これは事件だ、ミステリーだ。ミミミミミステリー、謎が謎を呼ぶ、さささささスペンス。消えた時計、どこへ逃げても隠れても、私のこの目はごまかせない。必ず真犯人を見つけてみせる、おばあ様の名のもとに。何なんだこれは。探偵ごっこが始まっちゃったね。まず状況を整理しよう。私が最後に懐中時計を確認したのは稽古が始まる前、中庭にいた時。つまり盗まれたのは中庭から稽古場に移動して稽古が始まるまでの間。以上の事実から導き出される容疑者はこの4人だ。君たちはさっき中庭で私にぶつかった。あの時に時計をかすめ取ったに違いない。いや待ってくださいよ、そんなことしないって。ひどいよ、前菜だよ。前菜な。4人ってあと1人は誰なんですか。君だよ。なんで私なんですか、ずっと稽古場にいたんですよ。君には動機がある。動機。支配人、君はお金に困っているね。なぜそれを。誰でもわかる。つまり君が犯人だ。なんて雑な推理だ。私は無実ですよ。俺たちは動機なんてないですって。スズル君のような地味な人間が犯人というのはミステリーの鉄則だ。悪口じゃないですか。カズナリ君、君は手先が器用だ。回答の素質がある。やべえ、褒められちった。疑われてんすよ。そしてシトロン君、君はそもそも存在自体が怪しすぎる。前菜だよ。嘘をついてもすぐにわかる、この私名探偵。アリスが誉れは騙せない。さあ白状したまえ、洗いざらい話して楽になりたまえ。勘弁してよ、取ってないって。アリス川さんが時計持ってたことも知らなかったんですよ。そうだよ、知ってたらとっくに盗んでるよ。盗むな。小丸さん、みんな盗んでないって言ってますよ。そもそもその時計壊れてるんですよね。そんなもの欲しがる人いませんよ。ふむ、確かにそうだね。ミミミミミステリー、迷宮入りのさささささスペース。消えた時計、切れ味鋭い私の推理も今日はここまで。どうやら犯人は見つからないようです。アリス川誉でした。